週気づいたこと、結論から申し上げます。山中湖へのサイクリングは大失敗でした。月曜ジャンク、伊集院光る深夜のバカ力。から山梨県山中湖村でこのラジオを聞いている方、無礼は承知です。そしてです、これは逆恨みです。山中湖なんて埋めちゃえばいいのにです。僕の中ではもう富士山を逆さにかばってもう入れちゃえばいいと。山中湖があるからあんな目に遭わなきゃなんないし、山中湖が魅力的だからその分こんな悲しい目に遭うんです。僕が何から話せばいいのかもう分かんないですけど、水曜の朝ですよね。笹塚、甲州街道の笹塚っていうところに、今回同行したアンタッチャブルの後輩のクールズの森脇、改め森脇優雅、クールズっていうね二人組を、組んで、で若い頃に人力車に入ってヘッドハントされて他の事務所に行って、でその事務所のがあんまうまくいかなくて回り道はしたけど人力車に戻ってきて、さあ頑張ろうっていう矢先に相方が俺珍しい昆虫を育てて売る人になるっていう10年も前からそうしたいと思ってたんだって言われてピンになっちゃった。その森脇優雅男が、まあ、笹塚に住んでて、でサードメン高橋、まあ、これもサードメンっていうね、こう2人組だったんだけど、これは別にドラマチックなこともなく、ただお前が嫌いだっていう理由で、まあ、2人が分かれてサードメン高橋で、これが下北の方に住んでたで、俺はさ黒池袋ってとこ住んでるんですよ。黒池袋ね、もうもしくは闇池袋っていうオープンにされてない池袋ですから、もうひどい泥棒しかいないですからそこにはね。いい人はあんまり高いものを盗まない人です。で悪い人は高いものを盗んだ上にですね、その盗んだ家のリビングの真ん中にうんこをしていくみたいな、そういう感じの架空の街にも僕は住んでるんですけど、でさ、その山中湖なんつうのはさ、野郎はさ、その20号線ずっと行った方にあるから、甲州街道ずっと行った方にあるから、わざわざうちに来てもらってっていうのは悪いなと思って、朝7時半集合で俺がその笹塚に行きますと。笹塚まで何キロぐらいだろう、7、8キロかな、笹塚に行きます、もうちょっとあるかな、って話をして、そしたら火曜日にちょうど自分が編集までやってる、こう BS11 ってとこやってるこう番組の編集がやんなきゃいけなかったで、それがさ30分番組なのに、その火曜日の水曜日の朝締め切り、編集して出すのが締め切りで、30分番組でこっから CM を引かなきゃなんないのに、どう切っても50分あるっていう状態になってて、これ以上1ミリも切るとこないのに、もう50分あるし、もう締め切りが迫ってるから、いっそのことデータ全部消しちゃえばいいんじゃねえかと思って、ただ意外に面白いの撮れてるしなみたいな、そういう状況で編集所ずっとこもって、でどんどん時間経っちゃって、まあその目鼻がついたのが朝のまあ6時過ぎぐらいで、で家戻っていろいろ支度してチャリ乗って行ったわけ。まあさ、山中湖どころか笹塚が遠くてさ、笹塚がもう辛くて辛くてさ、いつまで経っても笹塚じゃないわけ。なんなら
もう山中湖超えてるんじゃねえかっていうぐらい俺の体力的には言ってんだけど、笹塚にまあつかねえわ。それでまあヘッドヘッドになってやっと笹塚着いたらさ、二人はもう走る気満々なんだけどさ、こっちは休む気満々なわけよ。もうそんな走れねえよっていう、一旦今日はここに泊まろうと思うわけね。そんな一日じゃ無理だから山中湖なんか、今日はここ泊まろうっていうことで、で俺もアスファルトにペグをカンカン打ってですよね、甲州街道のね、昔甲州街道をさ旅してた人たち江戸時代いるわけじゃないですかね。矢地さん北さんがあっち行くんだったら俺こっち行っちゃおうぜなんつってね、で真似してなんかいろいろやったら誰かなんとかがなんとかなんとかが浮世絵にすんじゃねえのみたいな絶対されるって、でお茶漬け海苔とか入るってなんつって、それで疫病ですぐ死んじゃったやつね、矢地さん北さんの偽物の人がいた頃ならいざ知らず、今はテントがあるから張っちゃえばいいやつって、それで10トントラックに一旦引かれてテントごとですよ、ふって振り向いたらテントがなくなってて、入ってたら死んでたわと思ってほんで一旦ファミレスだと、一旦ファミレスで休ませてくんないと俺はダメになっちゃうね。でみんなに計画もちゃんと言わなきゃやんないから、もうそっから完全につまずいてんだよね。でファミレス入って、でそこでその俺のノートパソコンに入ったプロアトラス4っていう、まあ、これ国家機密なんで、ごめんなさい、これ国家機密の地図を見るためだけに開発されたやつなんで、ごめんね、本当に軍が関与してるやつなんで、ほんで、9000円ぐらいで、そんなしねえかも、いたしたらそれでこれこれこうだと、で今前に座って笑っている厚生の渡辺君は今回置いてくることにしたんで、僕は水曜日今をときめくジャルジャルのインタビュー取材が入ってるんでみたいな、君みたいなクソ芸人と遊んでる暇はないんですなんつったってジャルジャルですから的な話してますから、俺もファンだって伝えといてなんつって、それで俺今の若手の中で一番しっかりしたコントやってる君たちだと思ってるって言っといて的なやつで、でその渡辺は来なかったんだけど、相談したらあの電車バカが言うには、一番ショートカットなのは八王子までその20号線で行ったら、割とインコース気味にこうショートカットする道志道っていう、道志川っていう川の横を通ってる道志道っていうあの道があるんで、そこは坂は坂なんだけど、そこを通ってけば高速通っても120キロあるようなところが102、3キロで行けるんで、102、3キロだったら今までの実績から言ったらいけるかもしれない。で安全策を取るんなら、その20号線で八王子まで行ったら高尾山だけ避けて、でちょっとその道志道よりはアウトサイドの上野原、大月、その後鶴っていう、昔高生の渡辺君に一緒にリニアモーターカーの実験船を見に行かされたね、面白いね、別にだけどっていうそこを通って富士吉田抜けていくみたいな2コースがあります。で僕なりに検討した結果なんですけど、かなりのそのアップダウンが予想されるので、普通に今まで100キロ行ったことあるからっつってそうそう簡単には無理だから、途中で止まることを考えた方が僕はいいですって。だから一応大月までそのショートカットじゃない方だから、全体120キロぐらいの中の80キロぐらいのところに大月っていう場所があるから、この大月は割と大きな町なんで、ここで止まるぐらいの目標で、まだ行けると思ったら少しずつ伸ばしていく。で大月より先にもビジネスホテルがいくつあるのかをいっぱい僕は調べて、大月の手前の上野原にビジネスホテルを1個、ルートインっていうビジネスホテル見つけて、大月にもビジネスホテル見つけて、でさらにはそうね10キロぐらい行くとその鶴っていうところにもビジネスホテルがあると、で当然富士吉田にもビジネスホテルがあるから、その地図ソフトの中にもビジネスホテルの位置を全部書き込んで、俺すごくないそんなね、一人でだよ、一人で
ソフトの開発からですよ。あのインテルっていう会社を立ち上げるところから俺一人でやったんですよ全部。それでそのそれで相談したところ、渡辺くんがどう言ってたって、渡辺が言うのはこっちショートカットでも100何キロだけど、お前らはまたね、そのねクールスの森脇ってやつはうちのその野球チームのエースですよ、ね、大した努力もせずに130キロの球が投げられるやつですよ。それとサード面高橋っていうのは幼卒の脳みそで大学出てるっていうことはどんだけ運動できんだっていう、アメリカンフットボールの推薦でずっとこう今までやってきた、だからアメリカンフットボールのおかげでここまで来たのに、アメリカンフットボールは終わっちゃった人だから、もう死んでる人なんですよもうね、その人だから、お前らはいけるかしんねえけど、俺はねテンションだけで今までスポーツを乗り切ってきた男だっていう、スポーツをやらないために生まれた体なんだっていうね、そういうことを切々と説明した結果、じゃあ大月までの目標で、ただ伊集院さんもまだパワーがあるっつったらその大月の先に行きましょうよ、ちゃんと行きましょうよっていう話をされては、それは分かってるね。ただ今笹塚まで来た俺のテンションで言うと、ここで泊まりたいと今笹塚だったらまあいっぱいあると、ホテルもいっぱいあるからっていうね、まあそんな話をしながら行ったんですけど、とりあえずまずは八王子だと、八王子行って八王子まで甲州街道行ったらちょっと中それていきましょうよ、八王子まではほぼ平坦ですとね、平坦だからキロ数は結構稼げるけれどもそんなに大変なことはないんで、八王子着いたら一回みんなで話そうねみたいな話をして、したら今度さ甲州街道はさそれほどこう登ってないんだけど、とにかく排気ガスがすごいのよ、その車の排気ガス、あの大型の大きいトラックの排気ガスの出口ってちょうど設計するときに俺の顔を基準に多分作ってると思うの、伊集院の顔がこれだろ、いつか横通ったときにくっせえだろみたいので作ってんだと思うんですよ。あれみたいなこと CD は12センチにしたのはなんかこのそのクラシックが全部か、親父の一番長い日が全部入るかそういう感じ、親父の一番長い日とさだまさしさんのトークが少し入るようになってるっていうそんな話じゃないですか。あれと一緒で、伊集院の高さにどんどんくっせえのぶちまけてやるためにまあ作ったらしくて、まあそのさよくできてんな、あのトラックって大型と、今運転してらっしゃる方安全運転でお願いしたいと思いますけどなんで急にトラックを叩いたの俺、トラックドライバーの皆さんに対してね、歌うヘッドライト色を少し出したの俺ね、そのね、そのすごいシステム的によ、空力学っつうの、流体力学、ああいうのをすごい考えてるらしくて、横をある程度のスピードでわーって走るとその道路の肩にいるあの割とその自転車とかそれからゲンチャリみたいなものは何だろう、あのスリップストリームっつうのかな、中に入るね、トラックの中側に少し寄せられたところに排気が浴びせられるようになってるね、それでもうきつくてきつくてヘッドヘッドなわけ。八王子の手前ぐらいかな、結構へいこらしてるわけで、それへいこらしてんだけどその横のところを平気でもうちょっと遊び走りってわかる、チャリで一旦抜いたんだけどそれこそ速度入って後ろにまたついてくるみたいなやつをやってるわけ、二人とも俺がヘッドヘッドだから。八王子の手前ぐらいのところで前を高級めの、ハンディカムビデオカメラを持った人が一人歩いてて、あれ何やってんだろうな、ロケかなと思って、でその後ろ何人か歩いてて、でその後ろにももう一台ハンディカム持ってました。真ん中にいたのが三田村邦彦さんがなんかロケやった、普通に甲州街道際をなんだろうね、小さんぽのなんか偽物みたいなやつかな、やってるわけ三田村邦彦、うわ三田村邦彦さん歩いてると思いながら、でまあヘトヘトになって八王子の手前ぐらいまで、八王子まで着いて、これで目標地で止まったから、さっき三田村邦彦さんいたよなって言ったら、いませんよ、いるわけいたってって、俺いたって、そのカメラの人歩いてた、カメラの人歩いてたけど、そのカメラとカメラの間にいた人三田村邦彦だったってって言うんだけど、もう違う、そんな人いませんでした、僕も思ったんだから、じゃあ何かと、疲れて俺は例えば2つある、幻見るほど
まだその半分も言ってないのに幻見るほど疲れてたのかっていうことが1個と、疲れてたら見ちゃうほど三田村邦彦が好きな理由はなんだよっていう2つ謎でしょ。俺三田村邦彦好きなトークあった、今まで長くラジオやってきたけど、本田博太郎は好きだけど三田村邦彦が好きかどうか、本田博太郎好き初めて言ったな俺は感謝祭で160キロボール顔面に見た時も大変そうだとは思ったけども、大好きな三田村さんがとは思ってないよ。だなぜならそんな好きでも嫌いでもないですから、もう俺はだからそこまでは疲れてないと、まださすがにデブだけどそこまでは疲れてない。そしてもう一つ、そこまで三田村邦彦に対する思いがないっていう、いや痛いな痛いいない、じゃあ戻ろうじゃねえかよ、6キロぐらい戻って三田村邦彦痛い、惚れたじゃねえか三田村邦彦三田村さんに挨拶ぐらいしろっつって全然挨拶もしない、ほれほれほれ三田村だろ、三田村邦彦いましたよ、うるせえな、俺がロケ中だったら引っ張られてやるけどこのロス5、6キロのロス、まさかだけどさ、その八王子の先がさ、まさかのそのまあいつもお前チャリ乗るたびそればっか言ってんだと思うけど、まあアップダウンよ、まあアップダウン、例のあの、過剰融資行為、いつも僕は坂道をその闇金と闇金とその返済を頑張るお父さんみたいなことに例えてるんですけど、今回もともと借りてる額がすごいわけです俺ら。だってね、俺の家自体は海抜多分ゼロぐらいだと思うんですよね、ゼロメートルのところから山中湖800メートルですから、800万もともと借金あるわけですよこの家ね、800万借金があって、それで八王子の時点で200メートルぐらいです、200メートル行ってないから150メートルぐらいですね、ってことはまだ150万しか返せてないわけじゃないですか、800万のうちってことは、コツ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 返さなきゃいけないのに、そっからなんで30メートル下るか分かんないわけ要は30万また借りちゃうってことでしょね、もう牛島くん的なもう感じになってるわけでしょ、もうお前沈むなっていう感じにすごいなって、最終的に森で縛られていっぱい体に虫がたかって終わりでしょ、イベントサークルかなんか死んねえけどみたいな終わり方になるわけでしょ、まして行くのがこれから樹海だしね、それがぴったりな感じになってるよ、でまたアップダウンアップダウン行くわけ、それでこの先しばらく行って、そうすると最後の選択でこっから左に行くと、その構成渡辺くん言うところのショートカットだけど、きついけどショートカットです。で、道し道で右に上がってくと、相模湖ピクニックランドを越えて、大月の方に、上野原大月っていう方に行きますっていう、ここにその差し掛かるわけですよ。これでもう2人ともその体育5段階評価で7ぐらいあるやつのだから。でどうだっていう話をしたら、どうだって話をしたらっていうか、俺はもう全然その休む気満々なんだけどね、なんなら帰って寝てもいいぐらいだから、もうほんでどうだっつったら、どうだっつうか、もう右曲がろうとしたら、伊集院さんちょっと道し道って言っても1日で一気に山中湖に行ったら山中湖でもう1日多く遊べるんですよみたいな話になるわけ。これでじゃあとりあえずお前らが納得いくようにね、コンビニ入ってコンビニの人に聞いてみようやって話、コンビニ入ってそしたらもう向こうから「伊集院さんどういうことですか?」っつってくれて「ああよかったよかった、大月の方に行こうと思うんですけど、うわー地獄!」って言うわけそうですえ、地獄で大月行くんですか、え、自転車で大月行くんですか、うわそれ超やべえっすよって、超やべえっすって、それ超肛門から出ちゃいけない器官がズルズルって出ちゃって、出てますよ、何が敵になりますよ、腸なりますって言われて、でそれ腸と腸がかかってるんですよ最終的には。それでその兄ちゃんが言うわけ、うわーと思って、道し道って方からも行けんだよね、え、どうはみたいな、それちゃんとした言葉遣いになるぐらい、今まですげえチャラ男だったやつが
通し道は無理ですよ自転車で。何それ地獄オアヘルみたいな。ダイデッドオアダイ的なオアですぐらいの、もうそのさテンションが大月行くっていう方でもそれ無理ですよみたいな、それ無理っすよのテンションなのに、道し道に関しては何を言ってるんですかお前今急激に偏差値上がってねえぐらいの感じな。お前笑ってんじゃねえよ、お前がいけるっつったやつだろ道し道前で楽しそうに、お前のお仕事なんでしょうけど、その笑うやつがこれはもう、でもお、じゃあかといって大月を進めてるかって言ったら大月も相当引いてるわけ。でもその2択だったらこれブロロロだっつって、どうやったって大月だよっつって、で大月行って体力余ってたらその先に5キロから10キロぐらいごとにずっとそのビジネスホテルあっからっつって、ほんで大月側に向かってくんだけど、このまああれだね、チャラチャラした風体でも正しいこと言ってんね。まあきつい、まあきつい。だってそのさ、そこで初めて気づくんだけどさ、その後ちょっとその、この先の道を確認しようと思ってさ、もう一回パソコン立ち上げてプロアトラスを立ち上げてみるわけ。そこで初めて気づいたんだけど、プロアトラスにジオラマっていう機能がある。面白いのが地図表示するじゃん、それでジオラマってところの機能ボタンを押すと、その高低差のデータが入ってて、ちゃんとその場でこうちょっとした簡単な粘土の山ぐらいの感じの山を作ってくれて、でその上にこうテクスチャーと地図を貼り付けてくれるから大体の地形がわかるわけ。もうクソみてえな地形してるわけ、それがうんこが落っこってるみてえな地形してるわけで、その中に行く先にも城山ダムとか書いてあるわけ。ダムって低いとこにあんまねえんじゃねえのみたいなやつがあったりとかして、なんとか峠とかね、小仏峠とかあるじゃん。おとぼけ峠だったらわかるけど、小仏峠はちっちゃめの仏になっちゃうぐらい辛いんでしょ。小仏は行っちゃダメだと思って、手前しようとかいろんなこと考えて走ってくんだけど、まあ最高で、お父さん250万まで借金返したんだけれども、大丈夫だと、お父さんもうちょっと頑張れるっつって、お父ちゃん一発当ててやるっつって平気で50万ぐらい使うわけよ。その250万をすぐ使うわけで、もうヘトヘトだとダメだというところに、この先4キロで上野原にホテルルートインがありますっていうビジネスホテル、結構なチェーンのビジネスホテル、ホテルルートインがありますってあるわけ、ね、上野からは全然大月より手前なんですよ。大月行って元気だったら先行きましょうっていう計画をすごいしましたけど、全然無理ですと。で上野原のルートインに泊まることにして、電話をかけてみるわけですよ。もし何かの上野原で何がある、上野原でもしワールドカップの予選がやられてたらボール転がっちゃうよ、あの魚がすぐフリーキックセットしてもコロ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 ってどんどん行っちゃうけど、もしやったら大変なことだぞと思いながら、満室やりませんようにって電話かけたら、電話して、すいません、今日で申し訳ないんですけども、泊まることできますか。今日ですか、うーわーと思って、何名様ですか。一人でもいい、最悪これ一人でもいい、まあ、3名ですって言ったら、ちょうど3つならツインが1つとシングルが1つの3つでしたら、ご用意できますけども、ただシングルがかなりその大きな道路寄りのところなんで、ちょっと車がうるさいかもしれない、全然問題ないです上野原のルートイン止まって、まあじゃあこの後はちょっと、この後これ地獄ってこういうことじゃないよ、全然地獄ってこんなじゃねえよっていうことになっていくので、一旦じゃあ曲に行きます。ロッカトレンチジャンプスター。出た八王子の人からファックス今来ましたけど、5月27日私も三田村さんを高尾の駅付近で見ました。ってことは三田村あのまま高尾まで歩いたってこと。うーわすマジでちょっと好きになってんかね俺三田村邦彦だってさ、そのこの
あれですよ、あの体育5段階評価でマイナス2、もしくは頑張れマークの、ね、頑張れくんのマークを、ね、張り絵で通信簿にあしらってもらう感じの僕ですから、数字とか言えないと先生が。お前はこの頑張れくんっていう、あの、ことちょっと話せっていう感じの、俺がだよ。わざわざその状況で戻った時に、あれが三田村邦彦じゃなかったらどうしようって気持ちでいっぱいになるわけですよ。ね。だけど、本当に三田村さんだった時に、なんつうのかな。あの、よくあるじゃないですか。吊り橋でデートすると、好き同士になるみたいな。あの感じで、三田村だーっていう感じの。大丈夫ですか、あの時あのボール顔面行った時、みんなドン引きで、あの後クイズ全然盛り上がらなかったんですよ、みたいな感じになったんですよ。それで、いましたよね。三田村さん間違いないっていうことなんですけど。あ、私は、いいこと言うね、君は。私は三田村さんより伊集院さんが見たかったです。俺は君と一緒に三田村さんが見たかったですよ。それで、その、あのね、ただね、見たら引くよ。汗だるまだからね。塩田が向こうから歩いてくるだけだから、ね、走ってくるだからね。だけだからね。んで、その、上野原泊まって、そのね、とにかく俺の考えたことは、雨よ降れと。あのね、結構、その前の日から天候は悪いって思われてて、曇りのち雨ぐらいの予報で、雨の確率も 50% とか、多い時間は 60% とかなってるのに、その日雨が降ってないんですよ。で、次の日も、曇り時々、ところにより雨、的な感じになってるわけですよ。もう俺はもう雨しかないわけ。雨さえ降ってくれれば、俺のプライドが、その傷つかないまま次の日に、その、自転車に乗れないっていう、こんな素敵なことはないじゃないですか。もうとにかく、だって残り山中湖まで55キロぐらいあるわけですよ。なんだかんだでまだ。で、それもさ、距離もちょっと間違ってると、最初の予定ともちょっと違ってて、80キロ以上走ってんのにまだ55キロぐらいある。なんだよ、これ誰だよ、みたいな。誰かが途中で釣り線ごまかしてるやつが必ず釣り線ごまかしてる山が絶対いるはずなんですよ。あれ多分さ、そのナビとかってさ、上からこう見るじゃん。さすがに距離は取らなくて、道のりではちゃんと計算するけど、あんだけアップダウンあったら、実際の自転車のメーターから言えば、そのタイヤが設置した長さだから、相当誤差出てると思うんですよ。相当ぼったくられてると思うんですよ。で、とにかく雨降ってくれと。ね。もう、ずーっと、窓から空を見ながらですよ。みんな寝てても窓から空を見ながら、母上様ぐらい。お金を送ってと言われても、的なやつですよね。その感じのやつを、何の歌今の。で、その、思いながら見てたら、俺の思いは通じるね。雨バーバー降ってきて、次の朝パッて起きたら引くぐらい雨降ってて、よしよしと思って、でその後の俺の行動早い。本当に俺がオフィスで働いてたら、もうすごい有能だと思うよ。もう雨だっていうのを確認した時点で、その場で携帯を使ってレンタカー屋を調べて、で、いろいろレンタカー屋を調べてみたら、すぐそばにはないと。大月にあったりとか、その先にあったりとかするんだけど、すぐそばにはない。ね。じゃあこれどうしたらいいかって考えたときに、レンタカー屋で長い3台の自転車が乗せられるようなバンを借りて、それで山中湖に行って、で、それでその、レンタカーだけ返しに来るパターンもあるなとか、いろんなこと考えた結果、あ、これ違う。誰か一人で川口湖もしくは山中湖まで行かせて、高速バスで行かせて、それで、そこで借りて戻ってきて3台乗せて向こうで降ろすが一番正しいんだと。その方が一番最短時間でレンタカーが返せるし、その泊まる場所も確保できるし、こっちで借りて乗せて持ってって誰か一人こっち持ってくるだと、この一人で山中湖に来る道すがらが、どうしたらいいみたいになって。で、これはじゃあその、今すぐ、
まずレンタカー電話してロングの番があるかどうかを、山中湖で確認すると。で確認してこれはありますっていうことでそれを予約を入れる。予約を入れたら今度高速バス、高速バスが上野原のインターチェンジから出てるんですよ。これ山中湖まで。これの座席を押さえる。でここはその運転免許を持ってる森脇だけで行かせてもいいんだけど、クレジットカード精算ができるのが俺だけだったんで、俺も一緒に乗ることにして、もうその間20分ぐらいでテキパキとバスを押さえ、レンタカーを押さえですよ。でみんなを起こして、実はあの自転車に乗ることができないんだよと残念ながら自転車に乗ることができませんでっつって上野原から高速で行くんだけど、俺初めてでね、高速バスに乗ったことあるわけ。アンタッチャブルの山崎のおかげで乗ったことがあるんだけど途中から高速バスってあんま乗っとんないわけ。新宿から山中湖まで行く高速バスに途中から乗るっていうのがよくわからないんだけど、そのホテルのそばので歩いてたおばさんに、高速バスのバス停ってどこですかって言ったら、10分ぐらい歩いていくと、そこにこういう階段があるから、長い階段があるから、延々とその階段を下っていくと、高速の横にあるバス停のところに着くので、それで行ってくれって言われるわけ。で、まあ10分ぐらい行ったところを、早足で歩いて20分かかってるあたりは、まあご愛嬌ですけれども、戻って殴るには時間があるっていう理由で、雨の降る中さ、森脇と一緒にこう、高速バスのバス停を目指して走ってるわけ。ここでいいのかなみたいなところに入り口ってあるのね。本当に何でもない大きい道路の横のところにあるわけじゃなくて、本当に何でもないようなその道、うん、細い道、片側一車線ぐらいの道の横の小汚ね錆びついてツタがいっぱい絡まってる鉄の門みたいなところを開けて、こっちみたいな感じだって、でそこをトボトボ降りていくわけ。これで降りていって、で、その上野原の高速道路の横のとこにある、その、まあ、なんつうの、バスが入れるようになってる、その、道のとこ降りて、掘ったて小屋みたいなのがあるんだけど、ここでいいのってわかんないわけ、それが。ここでいいのこれ、これ高速バスの俺の、まして、何種類出てるかも知らないし、俺の乗るやつはここでいいのって感じなんだけど、一人、スーツ姿のサラリーマンの、おっさんがいて、この人がいるからいいのかなっていう感じなんだけど、まあ雨降ってる横のところにいるじゃんか。で、前のところはもうずっと車がものすごいスピードで行くのだけは見えるじゃんか。ほいで、したら、予定の時間になっても来ないとか来る気配がないわけ。いいのって思うけど、おっさんいるからと思って。乗り慣れてそうなんだ、いかにもまた。スーツで、その旅行客だったらまだしもだけど、スーツだから。したらそのおじさんが予定の時間から10分ぐらい経ったぐらいに携帯かけて、あ、もしもし、ちょっと遅れるみたいな話してて、いやー多分小仏トンネルあたりが少し混んでるんだと思うんだよね、だからまた遅れてんだと思うんだみたいな話するわけ。はい、どうもよろしくお願いしますって電話切るわけ。なるほど、そういうもんなのねって。俺たちわかんないじゃん。だってさ、都内のバスだって平気で3分4分遅れるわけだから、それ新宿出て上野原通って山中湖行くバスだから何分か遅れるだろうし、だからそのバスの事務所に電話かけるようかどうか迷ってたんだけど、このおっさんがこう言うってことはよくあることなんだと思って、ほっとして、あ、よかったよかったと思って、20分ぐらい経ったところかな、その予定の時間から経った時にバーって普通のプレリュードかなんかが前止まって、ダメ遅れたっつっておじさんの友達が来て、おじさん一人乗って行っちゃったのね。バスじゃねえのって思うよ、こっち。お前だけが頼りに、おい乗せろプレリュードと思うけど、お前だけ、俺頼みの綱、隊長と思いながら、おいで、それから10分ぐらいして30分ぐらい遅れてバス来た時は、向こうのバスの運転手はすげえ恐縮してけど、俺たちはよかっただってもうチキンレースじゃん。30分遅れたバスが来るかどうか初めてのところでいるのって来て乗って、うわー夢中に喋った。まだ35分で一回も CM 行ってないの、ダメだよそんな番組。ジャンク一丁に光る深夜のバカ力。
まあそれでまあ最終的に雨だから仕方なくだよ。雨だから仕方なく全然走れたけどね。全然走れたけど。ね。まあ雨じゃどうしようもないもんね。ほいで、まあ山中湖に、その、レンタカーで行って、ね。まあバス不安だったけどね。バスもさ、ほら、普通に東京のバスだったらもっと頻繁に来るのと、あとほら、他のとこ行くやつでも止まってくれないけど、なんもだからね。なんもないから。止まんねえから、まあ相当不安だったね。まあバス乗って、ほんで行って借りて、で戻って、チャリ乗せて、で山中湖行って。で予定としてはその、一日目はもう予定通り上野原のインターチェンジで、上野原のルートインに泊まりまして、で行って、で、まあ雨の場合の予定として二日目はもうバスで、バス、レンタカーで行くって決めてましたんで。ほんで、その二日目は山中湖のコテージ、バンガローつまり、なんか、丸太小屋が取ってあって、で、そのバンガローに神さんは車で犬連れてくるみたいな、素晴らしい。家庭サービスも両立ですよ。犬が来れるバンガロー。ただ留守番が3日なかったんで、要するに、留守の間の犬が、犬ってね、意外に自炊できないから、それで、それ犬連れて神さん来るみたいな。で、その、バンガローには、ドッグランとかも併設されてるから、うちの、いつも都会でストレスが溜まってるワンちゃんたちも、すごい遊べるよ。まあ、俺の祈りのおかげで大雨だからどうしようもないんだけど、それで、バンガロー泊まって。で、次の日今度、スケジュールの予定で行けなかった、ヒットマン河野ってお笑いと、それからあと、お天気のゴーってやつが、高速バスでここに来て、で、そこでみんなでバーベキューをやろうなんつって。ねえ、もういいんだけど雨降ってんだよね。ね、もういいんだけど。ねえ、な、融通が効かないんだよね。いっぱいくださいって言ったのにおかわりをいっぱい持ってくる感じで、どんざま降ってんだよね。でね、ここでね、バーベ大問題なんですけどね。バーベ。基本ここは自転車に乗ることとバーベさえ行ければ、まあ、ほぼ大丈夫ですよ。まあ、あと犬が、その広い、その富士山の見える、ドッグランではしゃいでくれれば、それでも全て OK という手はず。そして、日頃の仕事を全て忘れて、リフレッシュできれば、ね、山の空気をたくさん吸いですね。甲州街道で吸った毒を吐きですね。そういう形になるわけです。なる予定だったわけですけど、まあ、自転車に関しては半分車に乗っちゃい。ね。で、ドッグランに関しては雨で全く使えないと。虐待ですからね。あんだけ雨降ってる中犬を表出したら。バーベだけでも成功させなきゃと思うけど、バーベが雨なんですよ。ね。でね、バーベはどこまでバーベかってことに関してちょっとこれ話し合いたいと。ね。で、バーベキューを、なんつうの、バンガローにこうちょっとしたベランダみたいなやつ、あれなんつうの、ウッドデッキってやつですよ。あれがありまして、そこのところでそのバーベを焼くことができますって言うんです。そのコテージの管理の、バンガローの管理の人が言うわけですね。バンガローの管理をしているアイスホッケーのマスクをかけてグシュルグシュルっていうフランクな感じのね、オーバーオールを着ていて、で、丸太小屋を作ってんのかな、チェーンソーをまだ持ってるね。あの人がグシュルグシュルグシュルっていうには、そのデッキでやっていただいて構いませんよっていうわけ。したらうちの嫁さんが、いや別にデッキでやらなくても中にその、台所みたいなのあるから、そこでやればいいんじゃないとね。そんなのバーベじゃねえじゃんって、俺の中じゃ。デッキはギリバーベだけど、台所をやった場合には、普通の給食みたいなもんで、バーベから、バーベじゃないじゃんってなるわけ。だから分かったと。デッキでやって、デッキとの間の、そのデッキと、その部屋の間のサッシを開けて、デッキで焼いたのを部屋の中で食べるのは、バーベだ、それは。じゃあ、それはバーベ。デッキも二人ぐらいしか入れないから、じゃあ、デッキで二人で俺とコーロで食べたら、それはバーベかって、二人はバーベじゃないでしょ。聞いたことないでしょ、二人でバーベっていうのは。バーベは四人からでしょ。だから、その、結局、じゃあ、デッキで焼いた、で、それもデッキの変だね。あんだよ。バーベ用のさ、グリルみたいなさ、炭火を入れて、上のところに、その、
なんつうの、ああいう柵みたいなやつがあって、それで、バーベ用のかまど、移動式かまどみたいなのあるわけ。で、じゃあそうしようっつって、じゃあ買い物に、じゃあ行こうとなって、そのバーベ用のものを買うのに買い物に行こうっつって、で、その、管理人の人に、すいません、この辺でバーベキューやるのに、いろいろ食材買いに行くのはどこですかって言ったら、一旦斧をビュンって食って、俺が頭をスッてすくめたから大丈夫だったようなものも、ハンモックでセックスしてたやつは最初に殺されたね。それで、どこどこに、その、あるからと、スーパーがあるからっつってスーパー行って、それでそこで、またこのうちのさ、あの前からうちによくいる女がさ、わからんちんなことやってた。バーベだよ。バーベっつうのは、串に刺してるやつをコロコロしながら焼くやつが、バーベだろうよ。その、肉もコロコロのやつじゃないとバーベじゃねえじゃん。それあいつなんか薄切り焼肉用みたいなやつ買おうとするわけ。お前何言ってんのって話の。おいおい、気は確かかっつって。バーベは、あの串に刺して、あれをコロ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 やって、それをなんか横にイーって食う時に串を引っ張ってこそのバーベだろ。もしくは縦に入れてどこぐらいまで行くのかな、おやってがバーベでしょっていう。それ以外のはバーベじゃねえよっていう。お前は本当に分かってねえなと思って。ほんで、うちのその神さんに言ったら、それはなんか、あんだけ大人数いると何本か同時に焼けるやつを食べて次を焼いてとか、そんなましてあの大きいキャンプファイヤーみたいのじゃなくて、ウッドデッキのある小さいやつ見たでしょつって、あそこで何本もなんか焼けないんだから、一個食べたら、じゃあ一個誰か食べたらずーっと待ってんのがバーベなの？バーベじゃない。次から次へなんでしょバーベ。はい。で、またそれ買ってさ。で、したら今度さ、トウモロコシはないとバーベじゃないよね。これどうやったってね。トウモロコシあってのバーベでしょ？ね。サニーレタスを買うってね。サニーレタスはバーベじゃないでしょ。もし焼肉用の肉買っちゃって、もう100本譲って焼肉用の肉買っちゃってだよ。ね。サニーレタスあった場合、焼肉でしょ、これ。サニーレタスあっちゃったら焼肉でしょ。で、さらにはびっくりすることに、締めに焼きそば作ると。はぁ、焼きそば。お前、それバーベの本場のあそこで言ったら、笑われてるよ、どこか知んねえけどぐらいのやつ。じゃあ私は勝手に焼きそば作るからいいじゃない、敵あたりから。嫌な空気わかります？すごい嫌な空気わかります？あれ全体が、そのさ、一番上のものが夫婦で揉め出すと、下はもうどうしようもないね。その、これから楽しいバーベの味が、じゃあ別に私バーベキューいいから、私焼肉食べればいい。焼肉と、焼きそば食べればそれでいいんじゃないみたいな。それおかしいだろ、お前、そんな、お前、いや、そういうんじゃないだろ、お前、それは、みたいな。空気の中みんな、しょんぼーんって感じで。うわ、これ全然バーベじゃない。ニコニコは母の、ニコニコは母のやつが全然なくなって、バーベの前では全てニコニコだったはずなのに、俺の中じゃ。それこそ、こう、笑いながらみんな食べてて、お前面白いこと言うな、ドーンって背中叩いたら、串がほっぺた貫いちゃって、もう、あはははって言ってる、貫いちゃってる、貫いちゃってるっていうのが、バーベなのに、なんかバーベの空気がちょっと悪くなっちゃって、で、まあなんだかんだ買って、で、ちょっとその雰囲気悪いままバーベ始まるわけですよ。したらさ、神さんが作ってる焼きそばがうまそうなわけ。これが、すっごいうまそうなんだけど、で、なんか神さんすごいその他のさ、メンバーに焼きそば、今焼きそば焼けたからとかって振る舞ったりしてんだけど、俺はちょっとこう、焼きそば、焼きそばバーベじゃねえっつったから、なんかこうすげえこう、俺からは言えねえなみたいな空気あんじゃん。したら向こうから、あんた焼きそば食べる？いらないよみたいな感じの。それと同時にコテージの周りが大雨がどうぞー行かなきゃよかった。山中湖なんか行かなきゃよかったんだよ。僕の名前は川口虫。深夜のバカ力から一弁慶が二弁慶の中のトップエリートババババ頭使えよ頭使えよババババ出ていけ俺の部屋から出ていけ
通面白い。まあその後もさ、その雨が降っちゃってるせいでバンガローびっくりするぐらい便所コオロギ出てさ何あれ、便所コオロギっていうのは一旦4次元を通ってくるわけ相当頑張って退治してもういねえなと思うじゃんか。全部隙間ないんだよ。そんなひどいバンガローじゃなくて、割とバンガロー自体はちゃんとしてるんだよ。全部閉めたはずなのにまた便所コオロギ出てくんだよね。だから一旦4次元通ってんだろうなあれな一回悪空間にうんにょりしてから多分その便所コオロギの跳躍力でホップステップぐらいはまず川口湖でホップで山中湖でステップして、その後悪空間に一旦消えて俺のバンガローに降りてくんだろうけど、また犬はさ、まだめったに表出ねえ犬だからさ、便所コオロギが面白いらしくてさ、で途中で夜中に、うちの神様はまあその犬だから、もう電話番号の覚え方は、東京03、犬だから、それが、その、ま、楽しいんだろうな、便所コオロギ食ってるしさ、そうするとギャーって神様になってっからさ、ほんと、もう、うんざりだよ。ルーキーズの番宣ぐらいうんざりだよ、もう。いいよ、もう、見るけど、ぐらいの。ファックス読んでくる。ファックス、ラジオネーム、グリーンウッド。あ、さっきの情報くれた人は、ラジオネームが伊集院さんつけてくださいなので、プルンクイ、うんこもりもりぞうさんでね、女性ですけど。プルンクイ。プルンクイですよ。プルンクイうんこもりもりぞうさんです。なめんなよお前プルーンと。うんこも、プルンクまでが苗字です。で、うんこもりもりぞうが名前です。で、この人はグリーンウッドさんです。三田村さん情報。三田村さんが歩いていたのはテレビ東京の土曜スペシャル内の企画だと思います。芸能人が2日ずつ何日間かかけて街道を歩き抜くという企画を定期的にやっており、すでに日光街道編、水戸街道編をやっている、日光街道編は佐田岡昌司、これなんて読むんだっけ、この人、朝かやば町に使ってる字、かやば町に使ってる字が出る人、朝かやば町に使ってる字陽子の人ですよね。三田村邦彦、大場久美子、森誠信二と。で、日光街道編は三田村邦彦、海谷、沢田雅美、長谷川初版だったらしいんですね。じゃあ甲州街道もずっと歩いてんだ。スタートかな。でも甲州街道どこまで行くつもりなんだろう。チャリでも相当きつかったよ。あれをずっと途中で一旦インサイドは回るけど、また入って多分20号線甲州街道だと思うんです。その後入ったところも。だとすると相当きつかったけど。うわぁ、見よう。俺横抜いてくとこでっかな、あれ。あの横のとこスーって抜いてから30分後ぐらいにもう一回シュッて出てきたら。あ、そうなんですか。ありがとうございます。あれだね、エビスさんと田川陽介がバスで行くやつみたいなさ、緩いけど数字取るんだよね、みたいな感じで続編になってんのかね。あのバスのやつも相当出るよね。もう最近は確信犯でここからここはバスねえけどみたいなのは、それはそれだけどになってますけどね。で、大体僕が見てる限りは、エビスさんが結構この間もうぜえこと言ってんだろうな、みたいな空気はすごい出してますけどね。ファックスどうもありがとうございました。そうですね。あとはバーベについてなんですけど、カボチャとトウモロコシを買ったんですよ。それを一旦茹でるのは違いますよね。一旦茹でたらバーベじゃないでしょうよ、そんなの。一旦茹でておいたら、後でバーベでそんなに火が通ってなくても大丈夫じゃないみたいなことを言うんだけど、それはバーベじゃないでしょ。CW ニコルだったらわかんねえけども、森の生物、生きとし生けるものを全部束ねて俺を攻撃するでしょ。CW ニコルが、うわーって言ったらもう空が全部カラスに、うわーってなって、竜巻みたいになって俺にたかったと思ったら骨だけ落ちてる。あのニコルスペシャル食らうでしょ、完全ニコルスペシャルを。俺はそう思うけどね。超島工作だらけの水泳大会、島工作だらけの島工作だらけの水泳大会。
いや、なんか2時から本当は空のアワーのコーナーに行こうと思ったんだけど、おい今日、うわこれ空のアワーの時に、うん、喉にゃにゃってなっちゃった。これ空のアワーの時に言おうって決めたことがあったんだけど、それが全然思い出せなくなっちゃって、あれ思い出せねえんだよな。なんか感じとしてはね、うわ具体例がないのムカつくな、そのことが具体的に起こったんだけど、なんかこの映画前見たなって思って思い出しそうとしたら、映画自体を借りに行った日のことをすごい思い出して、映画の内容は思い出せないみたいな。全然面白くないでしょ。具体的なことがないと。それをすごい経験し、この今映画じゃないんで、しかもその要するに前のことを思い出そうと思ったら前の時の余計なことが思い出されて、前のこと自体が思い出せない。本当に面白くないとかやな、具体的なことないと。じゃあ、コーナー変えます。ないない、あるコーナー。気持ち悪い、すごい気持ち悪いんだよね。今日地下鉄で来たんだけど、有楽町のあたりで思ったんだよね。でその思った時も、今いる場所と全然関係ないこと思ってんな俺って思ったから、有楽町に何の手がかりもないんだよね。その有楽町のこう直接ビッグカメラに出れる出口があって、そのビッグカメラに出れる出口行く途中に、これあれだ、今日の空のアワーの頭で喋ろ喋ろっつってね、そう思ったのにな。ないないあるあるコーナー、日テレのおっぱいバレーに対抗して TBS が仕掛けた映画アヌス鉄道研究会のあるある。ルーキーズすごいお客さん入ってるみたいね。っていうか、ルーキーズ絶対思うんだけど、あそこまでしつこく番組宣伝さえしなきゃ俺絶対見に行くって。その感じなんだけど、なんかこう、あらゆる番組に、またニコ学の、ユニフォーム、着てるよ、みたいな。感じになってて。いや、俺もともと野球関連の映画基本見に行きますから、見に行きますけど、でもなんかあんまりやられると、池袋のロサ会館のところに来てからでいいなって。風切りじゃなくてもいいなって思っちゃいますね。行きます。ペンネーム、リアム。キャンペーンで、赤坂サカスを赤坂アヌスに改名。やりそうだよね。赤坂アヌスにはするよね。でちょうどビッグハットの上の部分のあのヘリポートだけど、ヘリポート申請が通ってないから、ただのヘリポート型の場所あんじゃん。で、これ豆知識だからね、あそこヘリポートの申請通ってないから、ヘリポートの形してるけど着陸はできないでおなじみの場所なんですけど、あそこをちょうど、あそこの中央に、アスタリスクマークみたいの書いて空撮したりとかするんだろうね。赤坂アヌスになってるっつって。ね。ラジオネーム、肥満児の呪満児。おっぱいバラに対抗して TBS が仕掛けた映画、アヌス鉄道研究会のあるある。部長役の六角聖司が、俺たちが青春18切符で下関まで行くことができたら、アヌス見せてくださいと。先生役の山下真司に懇願って書いてある。なんでそんな見てんの、なんで、あと、六角さん、いい歳だろ。学生じゃねえだろ。ラジオネーム、猫の島。映画を見た人の感想を流す CM にて、女子高生グループが声を揃えて、アヌス最高。ペンネーム、ロンチョ。
映画には出ていないのだが宣伝部長という名目で、もうこれ本当ムカつくよな、何あの映画の宣伝部長っていう。以来ライラの冒険の宣伝部長以来あんまりラララライの人見ねえけどね。映画には出ていないのだが宣伝部長という名目でスザンヌが映画を宣伝することになり、記者たちのあなたスザンヌさんですよねの問いに、いいえ私は映画アヌス鉄道研究会の宣伝部長のスザーヌスです、あのスザンヌさんとは全くの別人です、よく似てるって言われるんですけどね、映画見てくださいと発言。あるすげえありそう、ものすげえありそうだな。あれってさ、あのさ、なんか映画宣伝部長みたいな効果あんのかね、あのアメリカの海外の映画とかにあの宣伝部長みたいの出てると途端にもうなんか安く感じるけどね、ものすごい急な安さあるけどね。ラジオネームみことあけみのポセイドンアドベンチャー寄せばいいのに 3D ある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 、飛び出す話でしょ、飛び出す話あるあるあるペンネーム全ての道は女性器に通ずる、日テレのおっぱいバラに対抗して TBS が仕掛けた映画アヌス鉄道研究会のあるある、全国大会に優勝し生徒に公開された一光先生のアヌスは開発され尽くされたおぞましいものだったという、乳首が真っ黒だった場合の瀬戸、綾瀬はるかと同じようなオチ、そんなオチあるし先生に良いを見せてもらったら、うーわーっていうぐらい真っ黒ででかいっていう、あるすごいね、おっぱいまで見てないし見ねえけど、でもそのエンディングすごいね、いよいよ見せてもらったら生徒がうーわーっていうぐらい真っ黒で巨大で、あの乳輪とおっぱいの間がぼやけてる感じのああだってみんなああして、ペンネームバストロ、アヌスはちょっとと多くの若手女優陣が出演を見合わせる中、主演堀越のりで堂々公開ある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 あアヌス鉄道パン発売ある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 グッズ展開ペンネーム LED、 もう途中からアヌスなんかどうでもよくなっちゃって思い出しただけで涙が出ますとブランチで感涙しだすリリコリリコなんだろうな、リリコリリコちょっとツボだよね。ペンネーム同じ T シャツを着てみる、ラストシーンでなんだか知んねえけど校長先生役の竹中直人が泣いていたすげえありそうだね、竹中直人、竹中直人出てそうだね、うわー木村雄一さんかピエール滝さんも基本的には出てそうなんだよね。続きましてペンネームくるぶし、映画前売り券の特典は主演の矢部美穂のサイン入り特製アナルビーズペンネーム竹内ちんこ書記長、狩矢崎翔吾、一行、春菜愛、カバちゃん、前田健というキャストが生々しい生々しい全員鉄道好きってことでしょ、ラジオネームワシントン、ナイスアヌスと原田芳雄鉄道要素だからね出ちゃったんだろうね、どんな映画なのかが全然わかりませんけどね基本的にね、ペンネームナンセンス、そう映画の中のこれ映画のなんか重要なヒントになりますよ、トネリライナーより早く走れたら先生のアヌスを見せてあげます鉄道研究会ってそんなことしてねえし、トネリライナーより早く走るとかあんま関係ないし、そんなの鉄道の研究する要素にないからそういうやつラジオネームテクノは生きている、興行収入が寿司王子をはるかに下回る、ある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 
ラジオネーム泉川森夫、主題歌はブルーハーツのトレイントレインの原曲台無しなカバーバージョン。うわ、ゾッとする感じのやつだよね。すごいゾッとする感じのパフュームの偽物みてえなやつがあんな感じに直されたやつ。うわー、なんかちょっと何エレクトリックな感じにされた、こんな斬新な感じのトレイントレインないでしょ的なやつ。うーわー、すげえポップな感じのやつ、ポップな感じ、あのハーモナイザーみたいのかけたやつの。うわー、ここは天国じゃないんだみたいなやつ。うわー、俺がいつか蕎麦屋の有線で聞いた大正ごとのリンダリンダ以来の出来だよね。トロン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 ってやつだよ。リンダリンダばっかじゃねえのと。どんなお師匠さんだよと思いながら。そうですね、ペンネーム竹内んこ書記長、映画館の窓口で辞表、時刻表を片手に肛門を見せると料金が半額になるというキャンペーン。ある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 あ、アヌスをばっくり見せる描写があったが、映画ではアヌスを見せる瞬間ちょうど電車が通って見えない。そうなんだろうね、そうなんだよ、アヌスをばっくり見せる瞬間横んとこからすごい電車がガタンゴトンってずーっと流れてるところにタイトルこうテロップがずーっと出始めて終わりなんだね。素敵、素敵じゃねえよ。ペンネームきなこダイバー、ラストシーンの解釈をめぐり鉄道ファンとアヌスファンの間で熱い論争が繰り広げられる。ね、アヌスファンって何、アヌスファンってある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 、そんな男ですかね。おかしかったのが主演が矢部美穂って書いてる人が何人かいるのが面白いです。何の根拠もないのになんかそこにこうみんなが書いてくる感じがいいですね。でラスト、ペンネームプララ、主演の武坂直政のこの後が笑うんだけど、隠れ美乳とか言うじゃないですか、こんな言葉ないと思うんですけど、隠れ美菊が美菊が話題に。何美菊って、肛門切れないと美菊とか言わねえし、お前美菊だなとか聞いたことねえし、なんかあるあるどころかお前の考えたやつじゃん美菊。これ変換されないでしょ絶対、どんな普通にワードで美菊って、だって面白いじゃん美菊ってしれっと書いてんだよもう。この言葉だけで俺すげえ来たもん。あー、すげえ綺麗な、たまにさ、あいつ、あのさ、誰がアダルトビデオの肛門を解禁してくれって言ったのか知らないけど、肛門が最近は見えるじゃないですか、アダルトビデオって。モザイクで隠れてても、たまにさ、びっくりするぐらい汚い肛門の人と、びっくりするぐらいの綺麗な美菊の人いるよね。美菊。特許だよ、これ美菊がもし、今年の流行語大賞取った場合、これペンネームプララさん表彰式行くんだよ、ビギク。ビギクいいなぁ。うわ、なんかもう普通にビギクって使うようになった上に、なんか最終的に、その、勘違いしたテレビ番組でビギクそうなタレントとかそういうのを、すごい特集するようにしてほしいなぁ。うわ、誰だろう、ビギクそうな人。滝川クリステルとかビギクっぽいね。逆もあるよね。ビギクに対してね、あのきつい闇ギクの人、闇ギク、黒ギクな人、黒ギクな人誰だろうな。うわー、俺浮かんだけどなんかちょっと怒られそうだからやめとくわなんか。さあ、ナイナイナイ来週ですけども、メスの鮭をぶん回してイクラをちょうど100粒出した方が勝ちのゲーム、プリックスをしてる時の。何プリックスって。多分。
まず鮭選ぶときからなんだろうね、これだなっていうのあるよね。あと持つところでもあのフライングプリックしちゃった場合はすげえダメ、その分減点だもんね。持ったときにプリって出ちゃった場合に、そういうときにはもう多分ホイッスル鳴るもんね。ホイッスルも鳴らされるしね。うわー、プリックス、これチーム戦なのかな。先行後攻のやつ100粒ってことは個人戦かな。100粒結構ブルって出ちゃうもんね。ブリュって出ちゃうからね。オーバーは結構きついんだよね。この手の競技は多分足りない分の減点とオーバーの分の減点は絶対オーバーの減点の方が絶対高いよね。そうじゃ強めに出しちゃった方がいいから。これでこうど素人がオスの鮭取っちゃったりするんだよね。それオスじゃねえかよつって。そうなぁ、田中義武とかこれすっごい学生の頃やってたんだろうな。やってたっていう自慢はすごいする。やってねえのに、やってねえのにこれやってたってすごい言うだろうな。決勝札幌ドームなんだろうな。ねえけど、ということでメスの鮭をぶん回してイクラをちょうど100粒出した方が勝ちのゲーム、プリックスをしている時のあるある。郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ力、あ、ないないあるあるの係までお待ちしておりやす。今和の清志郎オーラジオ、ブレ次行こう。月曜ジャンク伊集院光カル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 メモです。あのね、ゲラゲラメモですですぞ。ベラ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 。で、むしろ体脂肪率 100% 目指してますから。で、なんだけど、そうするとメモ。やめろよ。メモですですです。Esquina sola, esquina como si no pasa nada. Tú la ves, tú la ves, tú la ves. Memo, dime si tú la ves. Tú la ves, una esquina sola, esquina como si no pasa nada. Wea con su pelo. Por su reino. Como si no pasa nada.聞いていただいてる皆さんが気づいてるかどうか知らないんですけど、あのいつもこのオープニングの空の泡って言ってるところ、何回かこう重ねて撮ってんだけど、最後は最後の一人はお姉ちゃん足っつってるのね。そうね、お姉ちゃん足、足、お姉ちゃん足ってずっと言ってるのね。これ何か元があったはずなの。俺何かのたびにお姉ちゃん足っての好きで、結構あれなんでなんだろう。俺これが俺のオリジナルではないのね。その何かこう適当なことを言うときにお姉ちゃん足っていう、お姉ちゃん足ってずっと言い続けるやつ。ただ何だったか覚えてないんだよね。何だったか覚えてないんだけど、このお姉ちゃん足って言ってんのを思い出そうとすると、頭に浮かぶどこのレコーディングスタジオなのか分かんないけど、そのラジオのスタジオじゃないレコーディングスタジオねが浮かぶのよ。ただそれ今まで俺がレコーディングスタジオ系のことに関わったケースは数えるほどしかないんだけど、そのどれでもないんだよ。その中しふわって浮かぶその風景が気持ち悪いんだよ。思い出せないなら全部思い出せなきゃいいんだけど、そのレコーディングスタジオだけ浮かぶんだよな。あとさっきの件はもう諦めました。完全にね。それじゃあですね、早速脳がうっかりしたことコーナー取り揃えていきたいと思います。で、簡単な方からいきますかね、柔らかい方から。もうすぐ味噌汁の中学生、初投稿の方らしいんですけど、いいですね、こう毛並みの変わった感じのコーナーっていうのは初投稿の人が参加しやすいですもんね。
最近だんだん暑くなってきて私の大嫌いな虫の季節になってきました。先日玄関の靴を整理していたら結構な大きさのクモが。そいつは私の靴の後ろに隠れたので目を離さないで周囲の靴をゆっくりどかし、スペースを確保してお母さんに殺虫剤を持ってきてもらい構え、いざ戦い、靴をどかすといない。これあるよな。あ、悪空間説なんですよこれ。虫悪空間説なんです。これ聞いた話じゃさ、虫の化石っつうのはさ、ある日突然出来上がるんでしょ。なんか化石を、虫の歴史っていうか、こう虫が昔のどれがいたのかっていうと、大昔にも虫はいるんだけど、俺の聞いた話ではその虫の手前みたいなやつには半分虫なんだけれども半分こう AKB のメンバーにこんなやついねえみたいなやつの虫になりかけてるやつえじゃない、するとずっと祖先たどってくると AKB の48みたいになるのか。なんかその虫のはある地層から急に出てくるらしいんだよね。そのだから本気で虫っていうのは宇宙から隕石乗ってやってきたやつスタートなんじゃねえか説もあるらしいんですよ。だから俺の悪空間説が採用されたら、これ虫悪空間説出るよね。俺この雲自分でもその頭に浮かぶのは、いるよね、無害で面白い形の、あの、高足雲つの。やたら足の長いでかい雲いるじゃんか。ああいうやつ見かけるとさ、俺なんか殺したらかわいそうだちょっと思うわけ。別にこいつ無害だしって思うから。それでなんか追い込まれちゃってこの靴の裏行っちゃうと、これでも、この靴履けねえなと思うから、スッてどかして追い出してるってことはどこにもいないんだよね。あんなでかいものどうしようもないはずなのにどこにもいない感じになるから。だからさっきのカマドーマ悪空間説と同じで、これね、虫悪空間説あると思うんだよね。セミとかも地面から出てくるにしちゃ多くね。その土の面積から考えたら、一つの公園にめちゃめちゃセミいるじゃん。確かに穴っぽこいっぱい開いてるけど、それにしても多くね。それ考えたら、悪空間から来てる可能性が僕はあると思うんですよ。だってさ、あの量いるわけでしょ。あの量一夏にいるってことは、あいつ10年ぐらい地面の下にいるわけだから、10年分もうキープされてるってことでしょ、下に。うわ、それは嘘。それは嘘になっちゃう。だって、そしたら、その公園の地面掘った時に、もう地面ある層からしたら全部セミぐらいいないとおかしいもんね。あんないんだよ。ってことは、あいつらは悪空間にずーっといて、悪空間はその、ちょっとした拍子に入るから、例えば自分がすごい勢いで自転車こうやって、うわ、もうダメだ、俺もうこれ、このままじゃ、俺倒れちゃうと思った時に、パッと見たら、あの、カーブのとこ砂が浮いてて、ザーって後ろ、こう、その、タイヤが滑っちゃって、やばーい、あれここどこだみたいなところに行った時に、すげえセミの幼虫はいっぱいいるよ、空間に。空間にすごいいる。それで、うわ、ここにセミの幼虫いたんだと思って、そこからもう出られない。二度と出られない。だって悪空間はそういうバグみたいな入り方だから。マリオカートで変なとこ行くみたいな。マリオカートで飛んじゃいけない壁飛ぶと変なとこ入るみたいな形でしか俺の思う悪空間には行けないわけ。だからいろんなとこに顔は出してるよ。そこからっていうようなところ。それこそビジネスホテルのダブルのツインの部屋を一人で使うから、ツインのベッドをくっつけちゃおうなんてくっつけて、広々と思ってたら、間にちょっとケツがこう挟まっちゃって、俺のこう重さで、またちょっと広がっちゃうときあるんですよ。ベッドがずれちゃって、ストーンって落ちたら、どこここセミの幼虫すげえいいなと思って。もう出られない。それはね。それはもう出ることは絶対できませんから。いろんなとこから悪空間はその、なんつうの、プログラマーが、この世の、この世のプログラマーが、そのプレイはしねえだろって思ったところに広がっちゃう、ちょっとしたバグですから、で、そのバグをうまく見つけて虫入ってる可能性いるんで、その蜘蛛もいますよ、そこに。絶対います。ねえ。あと、小学校4年の時の誕生日に買ってもらって2週間後に盗まれたチャリもそこに止めてありますよ。真っ暗なところに。ね、だから
行ってみたいけど、あの恋に行くことは人間の力では無理なんで、あの諦めてください。続きまして、何言ってるかわからないので、続きあの人のが出てるんで、ね、例のが出てるんで、続きまして、そうですね、結構ねいいのは、なんつうんですかね、他の今日こうやって読んでるのに刺激されて出たりしますから、皆さんメモ取りながら、あ俺こもあるみたいなあったら、それは即送ってほしいんですけど、これはじゃちょっとシュールと言いますか、さっきのが入り口広い系で言うと、これはちょっと僕もみんなが賛同してくれるかどうか自信ないやつです。ペンネームジンジン。子供の頃から寝る前に布団の中でぼーっとしていると、自分は最初から自分ではなかったような気持ちになる時があります。以前は別の人間だったのに、ある日途中から自分になったような気がしてくるという言い方が一番近い気がします。この感覚に陥るたびに、なんかこう元に戻れなくなるような気がして怖くなるので、慌てて子供の頃のことを思い出し、自分は最初から自分なんだと言い聞かせるようにしています。僕は大丈夫ですか？はい大丈夫ですまで書いてありますから大丈夫です、全然大丈夫なんですけど、これはなんかねちょっとわかるんだよね。なんかそのね、子供の頃っていうのちょっと僕ピンとこないとこあるんですけど、割と子供の頃自分の記憶にすごい自信があったから、逆にすごい記憶に自信があったのに、もう25を超えてくると繋がんなくなってくるんですよ、だんだん。その順番に小さい時からのことを覚えてるみたいのじゃなくなってきて、印象的な島ばっかりになってくるから、その間のことが結構抜けたりとかするんで、小学校の1年生の時のことの記憶が結構あるのに、2年生意外にねえなみたいなやつとか、そういう風になってくるんですよ。そうしてくると、なんかその間が本当にあったかどうかがすごくこう危うくなってくる。でその間も俺は俺だったのかどうかが、俺はちょっとの間だけ俺じゃなかったんじゃねえのみたいな。その間悪空間、悪空間いいよ、悪空間行きたかんだお前、すぐ行くな悪空間、またいない、きっとあの人の頃だから悪空間だよ、ガラガラ来てるうちのでげえじゃねえよお前、あんた今度悪空間行く暇あったら少しでも仕事しなさい、親方起こすなよなんつって、悪空間の入り口にのれんがあるということが今分かりました縄のれんがあるっていう絵がすごい浮かびましたんであと僕の中に悪空間の親父がいてね、どうもいつもごいい気にしてもらってますみたいな顔してほらやんこちゃんね来たよ神さんがっていう顔を何悪空間悪空間酒場何これこれちょっと分かんだよな。でこういうのになるともうすごく怖くなっちゃうんだよな。布団の中ですごい怖くなるよね。なんかすっごい、あのね、今からでもいいから、今布団の中で聞いてる人とか、心臓の音がドキドキするところにうまく手当てて、ずっとその触るところによってずっとドキドキしてんじゃん。ドキドキしててこんなに長く動いたんだから止まってもおかしくないよなんてちょっと思ってみだってお前の家でね、君の家で、あなた様の家で周り見て、そうそう長く動いてる家電ってないでしょ。こんな、その、あれだよ、ジャパンイズナンバーワンの日本の家電ですら、テレビですら、10年動きゃいいとこですよ。それが、こんな単純なものですよ。お母さんの卵子とお父さんの座面がくっついて最終的に出来上がったやつですよ、これ。皆さん。最終的にその偶然の要素だけが出来上がったやつの心臓がですよ。こんな動いてんの変じゃねえと思った俺、涙がボロ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 出てきて怖くなっちゃうんだよね。でその怖さの向こう側に明日も頑張ろうが俺の中でちゃんとあるんですけど、続いて、そうですね、どれ行きましょうか。なんか違うパターンのいっぱい読みたいんですけどね、これ行ってみましょうかね。ペンネームアシスタントは辛いぜ、ちょっと長めですけど、職場の同僚に昨日さこんなことがあったんだよと彼がいない時に起こった面白い話を聞かせてあげたら、
同じ職場で働いてるがゆえにそのシチュエーションが想像しやすかったらしく、何それ、そんなことあったの、すっげえ、あ、でもわかる、すげえ想像できる、わかるわかる、あー、やりそうだね、ありそうだね、と爆笑してくれました。数ヶ月後また似たような出来事が起こった時に、思い出話として前の件を蒸し返そうと思い、そういえばあの時もさ、と私が切り出したら、そう、俺も思った、あの時と一緒、マジ受けたよね、あの時もあいつがあれして俺がこうしてあれで、と彼が先に切り出してきました。おやおやおや、その時彼はいなかったはずなのにね、なんだか一緒に体験したような口調です。あまりにも鮮やかに脳内でその現場が再現できたせいで、さも現場に居合わせていたかのように記憶が上書きされてしまったのでしょうか。あまりにも嬉しそうに、しかも僕の前で堂々と勘違いしてるので、お前あの場いなかったじゃんと否定するのはなんだか悪い気がしたので黙っていました。さらに数ヶ月後また似たような事件が起こった時に、彼は率先してまたあの時みたいでウケる、あの時みたいでウケると楽しげに我先にその話を切り出してきました。私はうわ記憶が乗っ取られたとなんだか怖くなってしまいました。私の思い出なのに、私の思い出話だったのに、私と彼の共同の思い出にされてしまったのです。一回目、彼が間違えた時に否定をしなかったせいか、彼の中でその時その場に一緒にいて面白かったねという思い出が、彼の経験として確かなものになっているようでした。私は何か怖くて怖くて仕方がなかったです。はぁ、すごいなんかビシビシくるんですけど。これさ、単にこいつ嫌なやつっていう捉え方もできるじゃん。単に嫌なやついるよ、話泥棒のやつっているじゃん。で、なんか、俺もゾワゾワっとするときって、俺その話をお前に、俺がしたんじゃなかったっけみたいな。その逆もあって、喋ってる途中に、あ、これは、あれだ、あの、お前から聞いた話なんだ、みたいなのもあるんだけど、それは単なる、ほら、お話泥棒、単なるお話泥棒みたいなことだけど、この考え方で言うと、なんかこう、勝手にそこに入られちゃうみたいな、なんか気持ち悪さあるよね。で、これはなんか、空脳にありがちな、メンバーを記憶間違いしてる時って自分もあるじゃん。え、あの時お前いなかったっけ？あ、俺はいないよ、あの時法事だから、みたいな。それも証拠も突きつけられる時あるじゃん。いや、だって俺はあの時より先に、実はこう、どこどこに、留学してたから、あの夏休みはお前らとはいないんだよ、みたいなことになっちゃうと、ああ、俺なんかいつもいたメンバーとかいたような気がしちゃったっていう風になるじゃんか。で、それをさ、その後から、ごめんごめん、昨日の話なんだよ、俺やっぱいたわ、留学したの次の年だわ、なってくると、うわ、なんだろう、なんだろうっていう、何度もメンバーが消えたり、入れたり、入ったり、出たりとかしてると、この人の、うわ、俺の記憶取られるって感じわかるんだよね。あいつが俺の記憶の中に染み出てきてるっていう感じにすんごいなるのはわかるんですけど、単純にこいつ話泥棒ですわ。いますよ、こういうやつ。本当にいますけど、その気持ち悪さはいいね。いい感じの、ゾクゾク感のあるやつ。これね、脳科学の世界では、なんていうか知らない。だって勉強しようぜ、もう。高校中退してるのに脳科学なんか勉強できるわけがねえもんね。そんな俺が脳科学勉強するとしたら、一旦パーマかけてから。一旦パーマかけてからにするからね。じゃあですね、広いとか簡単な方ね。おこじょごっこ。生産圏で改札を出るときに、ね、空の状態になります。電車を乗り越したときに自動生産機で生産すると、切符と同じ形の生産券が出ますよね。出る出る。ほいで、その生産券を自動改札に入れると、券はまあ回収されるんですけど、そのとき、あれ、切符が出てこないってなる。要は、買ったばかりの切符を初めて通す改札に、こう、から出てこないのがおかしいわけよ。それは出口なんだけど、あの券売機に似てる生産機から出た切符を入れたら出てくるだろっていう、その駅の中と外がすごい逆転しちゃう感じは、すごいわかる。なんか取られた感すごいあるの。あ、そっかって思われる。で、ちょっと後に、
あ、そっかって思う。で、この自分の中のリズムになってる切符を買う、ね、で、それを、改札通す。で、出てきたのを取って電車乗ってみたいなリズムをたまに壊されるのが、新幹線のチケットって2枚あるじゃん。新幹線のチケットって乗車券のやつと指定券のやつみたいな、俺らタレントなら回数券が多いんだけど、あの回数券みたいなやつと、そのなんか発行してもらった指定券みたいなのが2枚あって、それが、出てくる出口によって、東京駅から、もう今日はタクシーで帰ろうっていう人、電車で帰ろうっていう人、一旦空空間を通ろうっていう一旦空空間でセミがどれぐらいいるか見ようっていうね、そういう時が僕あるわけですよね。で、その一旦空空間に入ろうって時には僕があの、自動改札の中に入ることにしてるんですけど、あの2枚こうやって入れるとさ、外に直接出てる出口の時は2枚シュッて入ってそのままバカンって入って何もなしだけど、山手線の方に乗り換えの口だと2枚入れると指定券だけ取られて残りの山手線内乗れますよ券が残るじゃんか。なんかあれのタイミングがこう、あれ俺何を今待ってんだみたいな、何を持ってて何を待ってるか分かんなくなる時とかすごいあるんで、これはなんかね、いいやつです、すごくすごくいいやつです。なんだろう、あの切符忘れたっていうか一手順おかしいっていう、精算券入れた後って切符忘れたっていうか一手順おかしいっていう、それだね、その感じね。ペンネームマレーグマ、幼少期に仲のいい友達だった馬越くんという子がいました。あー、俺これやべ、小学校になる頃に自分は引っ越ししたためそれっきりになってしまいましたが、彼のゴリラに似た顔だけは記憶に残っていました。しかし時間が経つにつれ少しずつ記憶の中の馬越くんの顔が変形し、徐々に本物のゴリラに近づいていき、現在はゴリラでしかありません。すっげえわかる、これ言われて。星くんっていう、すごい、小学校1年生の時、すっごい仲良かった星くんっていう子がいて、その星くんは、星。なんか、僕の名前がケン、本名がケンで、兄貴の名前がヨウっていう名前なんだけど、星くんは、ケンなんとかって名前で、兄貴がヨウなんとか、多分ヨウイチとケンイチかわかんないけど、名前で、そのことをすごい覚えてるね。あれ、かぶったっていうか、そこがすげえ似てるって。でいて、星くんはクラスで一番ちっちゃい子で、クラスで俺が一番大きい子で、それが仲いいっていうことが、みんなに面白がられてるし、俺たちもすごい楽しかった子なんだけど、星くん、その、引っ越しちゃって、いなくなって、で、たまに星くんの顔を思い出すのに、その星くんの似顔絵を描いてたんだけど、星くんの写真とかないから、なんかもうその似顔絵がまんま歩いてる感じになっちゃうんだよね。どうやってもその今星くんのこと思い出すと、全然星くんの似顔絵の方は描けんだけど、タコみたい顔してるやつで、唇がすげえ厚くて細くて、髪の毛がノリみたいにぺったりついた、その星くんの顔は、もうその、実写の背景に漫画の顔でしかないんだよね、もう。もうこれ、だから星くんがあってももうわかんないし、でも馬越くんが完全なゴリラになっちゃうのは、ゴリラに似てたっていう手がかり以外の細かいところが全部削ぎ落とされちゃうから、そういうことになるんだろうけど、なんかこれすごいいい。で、星くんのこともすごい久しぶりに思い出した、なんか。わ、なんかすごい、脳の活性しなくていいとこが活性されるコーナーだね。ね。逆脳トレだね。何そこ鍛えてんのみたいな。足のこの部分鍛えるとすげえ釣りやすくなるんだよみたいな、そこを鍛えないほうがじゃあいいんじゃねえのみたいな。ラストいこうかね。ペンネーム、ラーメンつけ麺僕チャーハン。そうです、ご飯物は食べたかったから僕チャーハンでいいんですね。チャーハンいろいろありますけど、普通のチャーハン、あ、エビって普通のチャーハンおなじみの、ペンネームは僕チャーハンもあれですけどね。バイオハザード5を5時間ぐらいぶっ続けてプレイしてた時の話。バイオハザードのような一人称視点アクションを普段やらないので、方向転換や視点の切り替えがまだ苦手で、敵が近づいてるのに気づかずやられてしまうため、シギャーブチ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 っていう音がしたら敵が来てるとか、あとホラーっぽい BGM が止まったら敵は全滅。これすごいわかるね。敵全滅わかるね。まだいいんじゃねえか、まだいいんじゃねえかと思ったら BGM 止まると一応この面は片付いたんだってわかるね。音に頼ってのプレイはしています。で、自分の中ではアリと呼んでいるリーパーという敵にやられてゲームオーバーになり、
コンティニュー後のアイテムセッティング画面で持っていくアイテムを考えていると、家の風呂場から水の、こう風呂場の水の抜けるビヨビヨビヨという音がしました。いつものようにお風呂のお湯をためながらゲームに熱中して浴槽を溢れさせてしまい、それが排水口に入っていこうと、これはお風呂が溢れてる音だと理解する前の一瞬だけリーパーが来た家に来た本当に一回だけ思いました。すっごいこれもいい感じだね。すごいあるね。なんかね、こういうことってあるなと思うのが、今年僕草野球でバッティングがすごい調子いいんですね。めちゃめちゃ調子いいんですね。でその理由が、頭の中に一旦パワープロを思い浮かべて打つっていう普通の感じの真逆の、僕どうしても引っ張ってしまう、要するに早めにボールにを打とうと思って引きつけて打つことができないんだけど、パワープロの打ってるポイントってのは僕完全ベースの上だから、パワープロの感じと思ってるのね。なんかね、要するに自分の見てる目線を多分後ろからちょっと見てる感じに一旦切り替えて、これぐらいまで来たところでボタンを押すっていう感じで体を動かすようにしたら、結構あタイミングが取りやすいっていう感じに今なってて、なんかそうするとこうすごく頭の中でゲーム感覚みたいのをすごい作っていくと、打った時に経験点が入った感じっていうか、そういうなんかこう現実との境目がいい意味でね、ゲームと現実の境目なんかすぐ怒られるけど、いい意味でいい感じに楽しくなったりとかするんで、ちょっとやってますね。で、そういう時にこう、たまに、ジャストミートしたはずなんだけど、ちょっと遅れたのか、バットの変なとこ当たったのか、ボールがすっごい不規則回転する時あるじゃないですか。ああいうのたまに悪空間の入り口になってますから、ああいう時って、悪空間の入り口、そこに開く時ありますから、入んならすぐ入った方がいいですよ。出口がね、出口が次に同じ当たりを誰か打ってくれない限りは出口ができませんけど。空の、なんかこういろんな系統あると思いますけど、系統立てしてちょっと今度本にしようかな、なんかそんな感じの、あのね、本にしようかなと思い出したんだけど、これもちょっと空の方に関係あるかどうかわかんないんですけど、1年間ぐらい前にその自分の本が出る予定だったのをずっとだ書けなくて、いつも言ってるじゃない、ここで書けない書けないって話してて、で書けたって話もいろいろしますけど、88本の短いコラムがあって、そのうちの1年かけて28本ぐらい書けたんです。で残り60本ぐらいあって、でこれをもう書かないと、もういい加減本の話も白紙になるような状態だったんですけど、昨日1日で突然60本書けました別になんだかわかんないんですけど、昨日の朝、そのしかもね、その山中湖に行った時に実は僕だけ長く泊まって、その山中湖のそのバンガローで書こうかなと思ったんだけど、一人で大勢みんながいた後に一人でバンガローにいるとシャイニングみたいになっちゃう気がしてシャイニングっぽくなっちゃうとだからもう新しいあれですよ、ジャック・ニコルソン対ジェイソンっていう、その新しいつまんなそうその映画シャイニング対ジェイソン、クソ映画っぽいですよね、がになっちゃうと嫌だなっていうか、疲れちゃったからやっぱり家帰ろっつって家帰っちゃって、犬と遊んでるうちに土曜日も終わっちゃって、日曜日の朝からも、あ、本当は原稿書けばよかったなと思ってたんだけど、試しに書いてみようかなと思って書き始めたら、これがびっくりするぐらい書けて、1年かけて28本書けなかったものが1日で60本書けて、前書きも後書きも書けて、なんかなんだろうこれなんだかわかんないんだけど、なんだろうこれっていう、いつも原稿に関してすごい怒ってた宝島社の人とかが逆にびっくりしててなんだこれっていう感じになるんだね、あれだってだもうすでに1年遅れてるわけだから、もうこれだって遅いんだよ、全然締め切りから言ったらずっと書いてないわけだから、なんで書けたんだろう、なんで書けたの俺、この1年間の何が違ったのか全然わかんないんだけど、その時に途中からちょっと空のっぽいもんとかは何度も起こってたし、なんか俺絶好調な時に俯瞰で物が見えるってわかりますか？なんかこう自分が描いてるみたいな絵が、これ前も言ったけど、これも変な話でさ、
絶好調の時に俯瞰で自分がパソコン向かってる絵が見えるわけ。自分の上から描いてるやつが。で、それは俺がラジオを始めたばっかりの頃に日本放送の上柳さんに、ラジオ絶好調の時にラジオが上手になると、絶好調な日は喋ってる自分が後ろから見えるよって言われたわけ。それで、俺ある日突然、それができたのラジオやってる途中に。で、次の日からノイローゼになったのね。完全な。自分の中で、もうわっけわかんなくなっちゃった。で、それからも脱出して、まあ今、ここに至るんだけど、たまに何かで絶好調な時にそのモードには入るの。たまに俯瞰から自分が見てる。まあ絶不調の時も入るんだけど。で、はい、見てる感じになるんだけど、それを当の上柳さんに、実は上柳さんにこういうこと言われて、僕一回だけラジオの途中になったの一回だけなんですよ。この体験があるんですよ。って言ったら、そんなこと言ってないよって言われて。そんなこと言ってないよって言われて、何年それを目標に頑張ったと思ってんだよって思うんだけど、その感じ。ねえ、あと、宝島社の皆さん、本当に、すいませんでしたってこと。あと、本が出たら、出るとき言いますんで、よかったらお手に取って、見ていただきたいっていう。で、47ページと48ページの間、ね、本来はないとこですよ。ね、そこにありますよ。悪亀の。違う。月曜ちゃん いつまでも耐えることなく友達でいようコーナー。いつまでもお前その痛車でおじいちゃんを病院まで送ってってんだな。えらいえらいよ。お前一人でびっくりドンキー行けよ。俺はここ一番屋に行くから。で1時間後ここでまた会えばいい。スカトロ AV を見っかった言い訳に理論的になんて言葉が飛び出すなんだ。さすが大学では一味違うね。なんかよくねうっかり竹林で竹林で眠っちゃって、目が覚めたら肛門にタケノコが刺さってて、しばらく動けなくなったって話、あれ嘘だろ。うん、嘘だよ。お前の耳たぶずっと触ってると柔らかすぎていつかほろっと取れちゃうんじゃないかって錯覚に陥るんだ。今だから言うけど、小4の夏お前が濁流に流されてた時、爆笑しちゃってたんだよね。捕まってた草がブチって切れたところがもう面白くて面白くて。信じ合う喜び。 TBS Radio 954。薬をね、薬をこういろんなところで売れるようになるじゃないですか。今度、今日からこうなんか薬剤師さんとはまた別の免許で売れるからつって、いろんなところで薬を売れるようになるみたいなので、話が結構持ち切りだったじゃないですか。どうなんすかね、コンビニとか量販店とかで何でもできる世の中はどうなんですかね。というのもですね、この間そうめんが食べたいなと思って、神さんに、もう俺もう亭主関白ですからね、そうめんが食べたいほど暑い日っていうのは、ああいうそうめんなんか茹でたりするのはそれはね暑いか嫌なんですよね。しかもいきなりですからね、頼む何でもするで、まあそうめんを茹でてもらってたら、あのクソな薬味がねえと、ネギとみょうが、俺はみょうががねえ、そうめんなんて食えるかバカ野郎と、ね、で買ってくるっつって、俺が買ってくるっつって、ね、もうで買ってくるにあたってですよ、
犬の散歩もしてやんなきゃならなかった日だから、じゃあちょっと茹でといてっつって、俺じゃあ犬の散歩がてら買ってくるっつって出てったわけで、俺の頭の中ではほら犬連れてコンビニ入れないじゃないですかね、あのスーパーも入れないじゃないですか、だから普通のこう路地の八百屋さんみたいとこだったら犬連れたまま買えるじゃないですか、すいませんくださいって言えるから。そしたらさ、俺が思ってたところの八百屋さんがもうないわけあったと思ったところが、でこの先にと思ったところもうないわけ、もう犬連れたまま延々とさまようばかりですよ、ずっと。こんなに苗画が買えないような世の中が果たしていい世の中なのかっていうことになったんです。そしたら普通にこうやって歩いてたら、こうちょっとまあお金持ちだね、土地持ちの家なんだろうね、苗画が生えてるんですよこれはと思ったんですけど、まあやめてしばらく歩いて、うちの親父昔苗画泥棒つって追っかけられた時あるから、東京のど真ん中で今みたいなケースで、それでそのこと思ってブルブルと思って、でまあしばらく行ったら、で面白かったのがしたら八百屋さんだったところみたいなとこがあって、シャッター半分開いてんだけど中に野菜がほとんどないみたいな。アボさんがそのうちの人は今ここにいても売れないので、だいたい仕入れたものを軽トラに詰めて、その軽トラでこうこの辺をずっと回ってる攻めの八百屋だとね、そのアグレッシブルベジタブルメンだっつうことでAVM キラーンだっつってでどの辺回ってんですかって、この辺だって、ここの辺りかこの辺りにいると思うっつって、さそれをなんか追っかけてたら、ちょうど移動してて犬と一緒に走ったりして、これがいい世の中なのかと。でなんかちょっと話はまあその元の話に戻るけどさ、一番こう難しい薬は売っちゃダメなんだよね。で2番目と3番目の簡単な薬は売っていいから、風邪薬とか目薬とかそれは売れるようになるわけじゃんか。でもそれが儲けのほぼ全てでしょ、薬屋さんの。っていうことは潰れるよ絶対。だけど本当にすげえその薬剤師の人がいなきゃなんないような薬が欲しい時にもうねえんだろっていう。あのコンビニでおでんやってたらさ、おでん屋さん結構なくなんだよね。でも皮もう終わっちゃった、終わっちゃった、おい、あとは続きはアクル館で会おう